フリーこんなこういうコンサートではなくて、板橋の熱帯植物館植物、館という、植物園があるんですが、そこの周年コンサートにいつも出ていて、でそこにはここでもなしたがあのいますが、あのお母さんが子供を連れて来たり見に来たりしてくれてるんですよ。そこはフリーコンサートなんで、おじ子供からおじいさんまでいるんですが、で僕がこういうスクリーントーズのメンバーが出ていった瞬間に拍手の中で、ほら最後にビール飲みしてよって言ったんですけど、ちょ違います、あの原作と音楽を作ってる人なんですから、最後にビール飲みしてっていうのやめてほしいなと思いますけど、間違ってはいない気がしますね。間違ってはいないけどね、うん、それだけ、それは一部で、まあいいんだ、もういいな、それ最後に飲む人って名刺に書こうかな。ありがとうございます。